AO とかって私の内面を見ていただけると思ってて、私がやってきた研究の内容とか、その研究をしたことで得た力とか、その自分の中身を見てもらえるんじゃないかなって思って AO の入試を受けようと思いました。プラナリアっていう変形動物を用いて、そのプラナリアは明暗を区別することができるので、暗所で電気刺激っていう罰となる刺激を与えてて、暗所が危険であるっていうことを学習できるかっていう学習能力についてを調べていました。結構実験も統計処理とかをして確実に実際に関係があるっていうためには回数が必要なので、昼休みと放課後とかで何回も実験したので、その研究ってこういうものなんだっていうのを知ることができました。医学部をもともと志していたんですけれども、医学部ってなると応用科学になっていて、それと一方で基礎科学っていうのがあると思うんですよ。応用科学の元となる基礎の部分について、そこを解明することができたら、いろいろな医学だけじゃなくて工学とか他の応用科学にも発展できるのではないかと思って、基礎科学は可能性がたくさんあるのではないかなと思いまして、基礎科学であってかつ自分の興味がとても広がっている生物の方にしようと思いました。もともと小説をきっかけに研究っていうものに興味を持ち始めて、それが小学校だったんですけれども、そしたらまた理科の実験とかがあって、次理科が楽しいってなったんですけど、そこの時ではまだ理科っていう全体だったんですけれども、中学校に入って理科の中でも生物が楽しいなっていう、生物が好きだなっていうことに気づきました。まず高等諮問についてはそのシーズンの方で研究していた内容を一度シーズンの発表会という形でまとめているので、ちょっと足りないなって思うところを付け足し、実験したりして付け足して、あと最終的にポスターにまとめて、そのいろんな先生に協力していただいて模擬面接みたいな形で高等諮問の練習をしました。でセンターの方は私の学校は結構2時に集中しようっていう形の勉強のスタイルが多かったんですけれども、人よりも早めにセンター試験の問題演習とかに取り掛かって、よりセンターの練習っていう割合を引き上げることで、ちょっとその栄養入試に対して備えました。自宅から大学まで通う時間っていうのが私の場合往復で3時間ぐらいかかってしまうんですけれども、それがなくなってオンライン授業になったことでなくなったので、その時間を別のことに回して今まで知らなかった世界とかを知るきっかけになりました。それ時間の使い方を変えたりとか、いろいろ新しい方法を学ぶことができました。大阪大学の理学部の魅力としてオナープログラムが挙げられると思うんですけれども、普通なら4回生から研究室に所属して研究を始めるところを、前倒しして少し早い時期から研究室にちょっと所属させていただいて研究できるシステムで、それに私は研究をしたいのでとても興味があって、またぜひ参加させていただきたいなと思っております。私がまだ高校生の頃とかって大学がそもそも結構硬いイメージだった上に、教授の先生方ってなるともっとすごい人っていうイメージがあったので、ちょっととっつきにくい印象を持っていたんですけれども、入ってみるとその面接の時の先生とかが声をかけていただいたりと、すごく話しやすい、いい意味で話しやすくて勉強に対する意欲とかが上がりました。まず一つは強い志を持つことだと思います。私は興味があることがあって、それに向かってひたむきに努力とか いろいろやることをやってきたことで、そういう夢が実現できたので、その意志を強く持って頑張ってもらえたらなと思います。また私がシーズンに参加したっていうことで、この大学への入学とかにもつながったので、いろんなことに挑戦して参加していただけたらなと思います。